規定数のアクセスキーを認証。ロックを解除。よくここまでたどり着きましたね。あなたたちが最後まで残る確率はとても低いとゲームの開始前は思っていましたが、私はどちらでも構いません。あなたたちでもマルドゥックでも誰でも。まるで感情のない人形のようですね。うん、異論はありませんが、あなたの方がより近いのでは。その体、とても合理的で生物的な煩わしさとも無縁の器。理想的で羨ましくすら思えます。この体に不満はありません。ですが、あなたが生身だとするなら、どうかご自身の体を大切にしてください。視覚も聴覚も触覚も味覚も嗅覚も、私が得られるものは再現されたもの。そしてそれらは人の心や実存にとってなくてはならない大切なものでもあって、本物を失ってしまっては二度と取り返しがつかないのですから。やはり理解できません。人も生物的な機械、心も脳が生み出した意識システムに過ぎないはず。本質的には同じでしょう。あなた方も私もイシュタンティも。そろそろいいでしょう。十分話には付き合ったはずです。それでは第3戦を始めましょう。アウルムガーデンの管理人オランピアが相手です。いいぜ。ゲームのついでにまずは一つお前さんに教えてやる。今の自分じゃ届かない結果、敗北ってやつの悔しさをな。すごい数ね。気をつけなさい。言葉は尽くしました。あなた方を始末します。はっ。許さないわよ。よっよっ。押せ。まとめて片付けるわ。華麗に決めるわ。覚悟はいい？酔いしれなさい。グリムナイトウェルズ。ブーストゲージが拡張したよ。行こうよ。どんなものでも盗んでみせる。覚悟はいい？酔いしれなさい。グリムナイトウェルズ。ダメージ想定範囲内。ブーストゲージが拡張したよ。決めて。しまいにしようぜ。セイク。バンダライズレイダー。スタンダ。おかしい。このままでは。行くぜ。覚悟を決めな。セイク。ブーストゲージリミット化。
きかねます。そんな私がイシュタンティが負けるはずが。様子がおかしい。今度はだんまりかよ。一体どうなって。これは私は違う、こんなの知りません。知らない、きっと嘘。苦しい、痛い、寒い、熱い、もう嫌。ぶつけたい、殴りたい、走りたい、飛ばしたい、潰したい、握りたい、叫びたい。でも生きたくない、動きたくない、喋りたくない、滅裂じゃない。まさか彼女は感情を獲得してるのか。しかも一気に。確かに。でもどうしてそんな。おそらくあの人形型の古代遺物と関係していると見るべきだろう。彼女は感情を持たないわけではなかった。ただ何らかの形で全ての感情があの人形に吸い取られていたのだ。そして先ほどの戦闘による破損でその人形の機能が働かなくなり、一気に感情が解放されたのかもしれん。感情、私にもこんな負けて私悔しい、悲しい。私負け、それは負けは死、負けて死ぬ。私負け死死、いやだ、怖い、やだ、怖い、死にたくない、死にたくない。でも私もういっぱい殺してる。こんな恐ろしいこといっぱい。これまで抑えられてきた感情が一気に流れ込んできてやがるのか。このままじゃ彼女は。こんなの知りたくなかった。もう耐えられない。もう消えてしまいたい。天使様、私を殺してください。いけません。ワンさん、リゼットさんも。どうして。せっかく取り戻したんだろう。簡単に手放そうとしてんじゃねえ。つれえだろうし、きついんだろう。だがそれがお前が生きてきた世界だ。あなたはここからです。まずはご自分と向き合ってください。どうやら敵と認識されたみたいだね。私たちを今度こそ完全に排除するつもりでしょう。主にして娘でもある彼女を永遠に人のせいから遠ざけるために。とんだ過保護ママだこと。そんな天の愛間違ってます。だったら今度こそ完全に止めるまでだ。行くぞ。シャード展開。
おまけや。ぶちかませ、じいさん。もらった。チャンスよ。せいや。決めて、バン。こいつは効くぜ。せいや。もらった。好機。ここは任せよ。シャードブーストの攻撃だ。行くぞ。キラー。はい。テンテンテンチチチ。インインインヨヨヨ。ボンコーハンハン。ロクラーショー。ブーストゲージが増えたぞ。空港一滴。テンテンテンチチチチ。インインインヨヨヨ。ボンコーハンハン。ロクラーショー。ブーストゲージが増えたぞ。ジュネス城。よっせい。決めてバン。スキアリ。決めろアーロン。せい崩れたぜ。もらった。続けランスター。せいせい。もらった。チャンスだ。せいせい。スキアリ。ここは任せよ。せい。もらった。ま、こんなもんだろ。まだまだ上を目指すわよ。私には天使様がついています。小さな神殿で神の御使い様として村人たちから崇められる天使様。なぜか私だけその声が聞こえました。季節が次々と変わり、周りの子たちが一人また一人と消えました。しばらくしてついに私の番が来ました。お父さんとお母さんは私を守ろうとしました。他の大人たちに必死に抵抗しました。そして二人とも殺されました。いや、こんな気持ちもう嫌。私は天使様に願いました。もう何も感じたくない。何も何も何も。気がついたら天使様が動いていました。私の思うままに動いていました。大人たちは驚き慌てました。私を天使様から引き剥がそうとしました。全員殺しました。何も感じなかった。一人で外をさまよっていると乱暴そうな男の人たちに会いました。私から何かを奪おうと、私に何かを無理やりしようとした人たちでした。全員殺しました。どうでもよかった。素晴らしい力だ。異物との同調がこれほどとは。我が名はエンペラー。我と一緒に来い。ガーデンが君を歓迎する。数年後、剣の園の管理人である彼は、脱走者の返り討ちに遭って死にました。特に何も感じなかった。ですが、彼の言葉を思い出しました。君は幼子のようなものだ。いや、生まれてすらいないと言えよう。喜怒哀楽を感じられるようになって初めて君は生き始めるであろうな。まあ、その天使がいる限り無理な話か。イシュタンティ、私の天使様。そんな、そんな、私を置いていかないで。嫌だ嫌だ、感情なんて。私、天使様はもういないからとしてお前さんを追う者もな。これからは自分で世界に接して
世界を感じろ。もうお前さんは一人の人間だ。そんなこと私には。大丈夫。かつて失った私ですら取り戻すことができたのですから。あなたには自分の目と耳が、手と足が、世界のすべてを感じる手段があります。少しずつでもそれを通じて生きている実感を取り戻してください。あなたは生きているのですから。生きる、そうか、私は生きています。こんなにも悲しくて苦しいのに、私は生きているんですね。気を失ったみたいですね。化け物じみた強さ以上にやりにくすぎる相手だったぜ。でも少しは届いていると思います。ああ、今まで背負ってきた罪を償いきれるかどうかは分からねえが、彼女の時間はここから始まるだろう。そうだといいね。仮想担当者オランピア脱落、領域クリア、第3フェーズ終了。おめでとう、アークライド解決事務所。お前たちがゲームの勝者だ。ジェラール。最後は部下ではなく主催者自ら出張ってきたか。ああ、どうしても俺自身の口から祝いの言葉を送りたかったからな。いい見せ物だったぞ、バーン・アークライド。ルールの穴をついて協力者を得たことも、その後数々の起点で強敵を退けたことも、実に俺を楽しませてくれた。礼を言う。他の面々や剣の乙女も含め、悪くない盛り上がりだったと褒めてやろう。ああ、そういえばメルキオルが初日に質問タイムとやらを設けていたな。特別に俺も一つ答えてやろう。褒美だ、何でも聞くがいい。そりゃ強烈至極だな。てめえに聞きたいのは一つだけだ。首を洗って俺たちにやられる準備はできてるんだろうな、ジェラール・ダンテス。実にいい単価だ。お望み通り万全の体制で迎えてやろう。せいぜいお前たちも英気を養うがいい。最終フェーズは午後3時に開始だ。場所は宣告した通りバシュタール宮。お前たちがいるそのさらに奥に王宮中央に直接通じる昇降機がある。それでは玉座で待っているぞ。カルナバルを最高の形で締めくくるためにな。皆さん、いきなりで申し訳ないんですが、できれば最終フェーズ開始までの間
別行動をとってもいいでしょうか。誰か一人くらいはお手伝いに連れて行ってください。うん、どういう内容にせよさすがに一人じゃ大変だと思うよ。ダリーが気晴らしがてらなら付き合ってやってもいいぜ。エリちゃん、カトル君に、アーロンさんも。ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきますね。皆さんも準備はよろしくお願いします。Thank you.
誰だお前は。警備は何をしている。外で眠ってもらっている。そちらの心配は不要だ。エドモン・オークレール、貴殿を下報と認定する。まさか奴らが言っていた。私じゃない、あれは私じゃ。もはや語るに及ばず、断罪を執行させてもらう。エレイン。お久しぶりです、お父様。こんな再会になるとは思いませんでしたが。永久遊撃士エレイン・オークレール、娘の貴殿が邪魔をする可能性は考えていた。だが愚かなものだ、父親が何をやってきたのかも知らずに。そいつの言葉に耳を貸すな。きっと頭のおかしい強盗か何かで。もういいんです、お父様。すでに全て知っていますから。アルマータに資金提供し、数年前から彼らの活動を支援してきた反移民主義団体、その最大のスポンサーでありフィクサー、それがあなた、エドモン・オークレールだと。楽しそうな話をしてるね。よう、ケンの姉さんに教会の副兵長さんだったか。脱落した君たちが地上で何しようと知ったことじゃないけど、僕らのスポンサーをいじめてるなんてね。何かいい証拠でも掴んだかい？
エレイン。お父様。ああ、この状況はかなりヤバい場面みたいだね。エレイン、大丈夫か。バン、ジンさんにフィーも。へえ、どうやら間一髪の状況だったみたいだな。君は昨夜も見かけた。いや、その髪の色、どこかで見覚えがあるような。何のことだ、こっちには覚えなんざねえが。まさかの展開だね。もともと社長も始末するつもりだったし、ちょうどいいところだったのにさ。なんだと。ボスは最初から君たちの反移民活動なんかに興味はないのさ。もうスポンサーも必要なくなった。最終フェーズ前の掃除に来ただけでね。フェイクなしの裏帳簿あっさりと渡すと思ったら。そんな。しかしまさか君たちが来るとはね。これから最終フェーズも控えてるってのに。こうなったらボスの前に味見するしかなくなっちゃうじゃないか。抜かしやがれ。迎え撃つまでです。なら俺は副兵長殿と遊撃士どもに相手してもらおうか。最終フェーズ前の肩慣らしだ。存分に楽しませてもらうぜ。認定済みの下法、相手にとって不足はない。立て、エレイン。独断専行については後だ。てめえでケリをつけたいんだろう。わかったわ。それじゃあ始めようか。決戦前のエキシビジョンマッチよ。こんなところでゲームオーバーになってボスをがっかりさせないでよね。せっかくの機会だ、とことんやり合おうよ。もらった。ここは任せよ。剣魂一滴。天天地陰陽門魂派六の者。行くぞ。帰る。天天地陰陽門魂派六の者。ひるんだ。相変わらずしつこいね。ブースト減少増えたぞ。おまけや。やるじゃないか。
ここからはお前の役目だ。ええ。エレイン、すまない。私が愚かだったようだ。だが、これだけは信じてほしい。私は、お前を。クイーンシー社代表取締役、エドモン・オークレール社長、マフィアの活動幇助、テロ関与の疑いで、あなたを確保させていただきます。バン、あなたたちもありがとう。駆けつけてくれて、私にけじめをつけさせてくれて、それとごめんなさい。事情聴取があって最後まで見届けられそうにないけど、でも信じているから。あなたが、あなたたちが彼らに打ち勝ってこの最悪なゲームを制してくれるって。ああ、お前も繋いでようやく見えてきた勝ち筋だ。あとはどんと構えて朗報を待ってな。うん、待ってるから。そんな手をやってくれるじゃないか、裏解決や。
ルバットに来てた。エルザイム皇王家専用飛行船、乗っているのは町の子供たちですね。ああ、孤児院のあいつらもうまくいってよかったです。アニエスさんたち、あれを仕込んだのはお前らか。はい、映画祭の事後キャンペーンと中東親善を兼ねた遊覧飛行イベント、子供たちをサプライズ招待する情報を口コミと動力ネットで流したんです。リンゴさんが残してくれたつても最大限活用しました。昨夜の時点で皇太子殿下に打診、停泊中の広告の輸送船を見込んでたんですけど、何も聞かずにならばいっそってわざわざ中東から駆けつけてくれてね。なかなかやるわね、あの皇太子さん。演奏家さんを見習ってるだけはあるわ。2時間ほど周辺を遊覧してからオラシオンに戻ってくるそうだよ。これでまあ心置きなく最後の戦いに挑めるんじゃないかな。呆れたわねまさかそこまでのことをこのタイミングで成し遂げるとはな。ええ、これで万が一の場合でも子供たちだけは安全な場所で守れる、ルールの枠組みを見極めた見事な一手かと。いえ、ただの自己満足ですし、わがままです。でもバンさんがリンゴさんから伝えられたという言葉が頭をよぎって、今自分にできることは何なのか、それと自分がやりたいことは何なのか、そこのギャップにこそ前に進むためのヒントがあるってな。 CID や各方面とのつてはせいぜい活用することだ。理想と現実の狭間の中、自分が何をつかめるかを測る意味でも。それと合わせて父の言葉も思い出してしまって、先輩やマリエルさんとも相談して独断でやらせてもらいました。すみません。エレインさんの件は先ほどギルド方面から聞きました。そんな大変な時に力になれず余計なことをしたかもしれませんが余計なことどころか大金星じゃねえか。しかもバーゼルの件での広告への貸しと皇太子の冊子も計算しやがるとは、いい感じでずるくなったもんだな。否定できませんけどはい、そこは素直に褒めてあげればいいのにさ。負けてられねえな。協力者もすぐ来るそうだ。行くぞ。今度こそ全てにケリをつけるために。はい、いよいよだな。皆さん、どうか女神のご加護を。アニエスがかけた保険、何としても無駄に終わらせなさい。アクセスキー確認。チームアークライド解決事務所、これより最終領域を解放する。100年前に滅びた旧カルバード王家の遺構か。いるんですね、この先に。ええ、残っている顔ぶれはあまりに底知れませんが。関係ねえ、最後の落とし前をつけるだけだ。そして何よりも反応兵器を絶対に止める。よーし、気合い入れていこうよ。迷う作りじゃなさそうだ。一気に駆け抜けるぞ。
たな。待ちくたびれたぜ。ああそうだ、さっきはやり損なったが存分にシアウトしようじゃねえか。まあ大昔に来た時の壮麗さはかけらもなくなっちまったが、廃墟は廃墟でおつなもんだ。お互いに最高の舞台にしようぜ。そろそろ我慢の限界でな、とっとと追っ始めるとしようぜ。制限されたルールの番人もお役御免だ。最大限に解放して戦えそうだからな。脅威度不明、古代遺物の力を限界まで引き出しているようです。ほんと、がっかりさせてくれるわね、あんた。ああ？論来に現れて、私も祭りに来てほしいとか、散々煽っておいて。楽しませてくれるのはその程度だっていうの？ジュディスさん。は？言うじゃねえか。だったら女優に回答だったか。二つの顔を持つあんたが。この俺の渇きを満たしてくれんのか？ええ、どちらとしても見過ごせない。呪いに操られるまま無意な時を過ごし続ける空っぽのファン候補がいるってことはだから怪盗グリムキャッツとして、映画女優ジュディスとして予告する。空っぽのあんたの心、華麗に盗んで叩きのめしてあげるってね。はっ、いい短歌だ。かっこいいです、ジュディスさん言うなぁおもしれえ。だったら見せてもらおうか。てめえらの力でどこまで俺の隙間を埋められるのかをな。ラゴーの牙の進化、よーく味わってもらおうぜ。ブーストチャンス、決めろよ。行くぜ、メア。サポートするわ。ブーストのチャンスよ、バン。手加減無用にござる。任せたよ。あっけー。おお、シャードブーストの後期だ。チャンスよ。どんなものでも盗んでみせる。覚悟はいい？酔いしれなさい、グリムナイトワルツ。やるね。
ブーストゲージが上昇したスキルが。どんなものでも盗んでみせる。覚悟はいい？用意しれなさい。グリムナイトワルツ。ヘルンでは？最高だな。ブーストゲージが続いて。どこだ？ここだ。いい感じだね。せーの、そこだ。つくも早く。まだだ、まだ足りねえ。当然ね。あめお、ここだ。これでフィナーレよ。やった。見事異物の核を砕いたか。すげえな今の。ゴールデンブラッドのクライマックスの再現聞いたでしょ。ああ、それでかよ。ちょっと、まさか、アイーダさんと同じ。試合の最中だってのに、つい見とれちまったぜ。ゆうべ見た、みたいに。ねえ、ひょっとして、北外区の映画館で。てめえらの勝ちだ。行くぞへの道は開かれた。残るはジェラールの旦那のみ。メルキオルは見届け役となるだろう。旦那の恐怖に抗えるか。せいぜいあがいてみせるんだな。もし見てたんならなんか感想くらい言いなさいよ。今となっちゃ答えは永遠にわからなさそうだが。でもどこか納得したような表情だったと思います。ああ、奴の隙間少しは埋められたんじゃねえか。だといいわね。出しゃばっちゃったけど、ここから先はあんたたちの出番よ。もちろん臨時バイトとして最後まで力になってあげるけどね。ああ、頼りにしてるぜ。次はいよいよゲームの最終戦だ。万全の体制でジェラールをぶちのめし、ゲームに勝って落とし前をつけさせるぞ。